昆虫にも耳ってあるのかな？うん、あるよ。人の耳みたいな形ではないんだけどね。バッタは後ろ足の付け根にあるし、コオロギは前足の真ん中くらいにある。バッタもコオロギも秋に鳴く虫。遠くの音をよく聞き取れるようにこんなとこにあるんだね。今日も見てくれてありがとう。またねー。